これから調べ物するから、邪魔したらぶっ飛ばすわよ。振りじゃないわ、本当にぶっ飛ばすからね。物はうまく使ってこそ意味があるんだから、ちゃんと考えて使いなさいよ。外に出て新しい発見もあったし、旅も悪くないって思ってるわよ。って、どうして私がこんな感想文みたいなこと言う流れになってんの？私に不可能なんてないんだから、見てなさい。料理なんてめんどくさいし、時間の無駄じゃない。パンに野菜でも挟んどけば？料理なんてめんどくさい。ブラスティアは嘘をつかないし、私にちゃんと答えてくれるから。何よ、エステルは元気かって？なんで私にそんなこと聞くのよ。意味わかんないんだけど。可愛い服？そんなもの着てどうすんのよ。実用性ないじゃない。私に不可能なんてないんだから、これから調べ物する。まあまあ話せる頭の持ち主もいるみたいね。私ほどじゃないけど。